それでは、微積分2の第6回の授業を始めます。まず前回のまとめです。前回は教科書の第 4.3 節の、テイラーの定理からですね、その極子について扱いまして、具体的にはその二変数関数の極子の判定法について習いました。で今回は教科書の第 4.4 節の因関数定理から、その括弧1の因関数定理について説明していきたいと思います。というわけで、まずその因関数定理ですね、内容から入りますけれども、まず最初にその因関数とは何かというところから紹介していきたいと思います。でここでは例としまして、fxy という二変数関数で、4x2 乗プラす y2 乗マイナス4という、関数を取り上げました。で高校の数学でも、円とか楕円とか、放物線、双曲線などについて勉強した人は大勢いると思いますけれども、例えば楕円ですと、4x2 乗プラす y2 乗イコール4のグラフを書きなさいっていうふうに多分高校で数学で言われると、こういう形のこう楕円のグラフを書くわけですね。一応標準形に直すとこういう形になりますので、こういうグラフを書くわけです。さて、多分高校の数学の授業などでこういう関数を与えられて fxy という関数を与えられてグラフを書いていたと思うんですが、じゃあ、そのここで書いてるものは一体何だったのかっていうのが実は、多分必ずしも高校ではきちっと教わってないかもしれないですね。でここで、じゃあこのfxy のグラフと呼ばれるものが一体何かっていうのをもう一回ちゃんと考え直すと、これはその実平面上で、これは方程式 fxy イコール0ですね。ですからこの場合は 4x2 乗プラす y2 乗マイナス4イコール0を満たすような、xy の点の集まりなんですね、これは。で、この集まりのことをこの多項式 f の0点集合とも呼びます。でこれを一応集合の記号でちゃんと書きますと、この F の0点集合を Z と表しましたけれども、Z は R2 上の、R2、この授業の最初にやりましたように、このユークリッド平面と R2 を同一視するっていうふうに我々してますから、この R2 上の XY の点で F に代入すれば0になるような点の集合というわけですね。で、結局、我々皆さんがですね、この楕円とか言って書いていたものは、この実は fxy の0点の集合だということにまずことを押さえておいてください。でそうしますとですね、この fxy イコール0っていう方程式の解ですね、またその解となるこういう曲線からですね、この方程式 fxy イコール0っていうのはですね、例えば x を1個決めますと、その x に対してこの fxy イコール0を満たすような y が、存在するかもしれないし、ないかもしれないけど、存在するとして、そうしますと rx に対して、ある y が対応づけられるわけですね、この方程式を通して。ということは、この方程式は実はその x を与えると、それに対して何かある y を対応づける、その関数のようなものというふうにこう見なすことができるわけです。で例えば、一つ表しましたけれども、x が1の時ですね、x が1の時はここですね、ここで f の 1y イコール0を満たす y というのは0ですから、そうすると x が1に対してはこう y イコール0が対応するといったような形で、この fxy イコール0というのもなんか関数のようなものとして扱うことができると思われます。でしかしながら、注意してもらいたいのは、この対応というのは一般には関数ではないわけですね。一応関数って何だったかっていうのを振り返ると、ある x の値に対してある y をただ一つだけ対応づけると、そういう対応関係のことを関数と言いました。ところがこの今取り扱っている fxy イコール0の場合なんですけれども、例えば x に0を代入してみましょうと。x が0の時のこの f0y っていうのは y2 乗マイナス4ですから、この y2 乗マイナス4イコール0を満たす y の点っていうのは、プラスの2とマイナス2というふうに2個存在するわけですね。ですので、この場合はその fx イコール0の時には、それに対応づけられる y というのはプラスマイナス、ごめんなさい、
すみません、これ2でしたね。直してください。2の、まあ、2個存在するから、こういう対応は関数とは言わないというわけです。で、まあそうなんですけれども、しかし例えばですね、その、まあこの関数、あ、この平面のうち、例えばその x 軸を含む上半平面、例えば、あ、この、そうですね、x 軸とそこから上の y が0以上、皮膚の範囲と、で、かつ、x に関してはマイナス1から1の範囲っていうふうに、こう、範囲を区切りますと、まあ、その範囲内では、例えば今の範囲内ではですね、その、このか、今のこの曲線ですね、この曲線の、まあ、ちょうど上半分の部分ですね、この曲線の上半分の部分っていうのは、この y イコールルートの 4-4x 2乗というふうに、こう y イコール fx の形でこう表すことができるわけですね。で、例えば、まあ、これは上半分はこういう形、あと下半分も、これ、この y、ここにマイナスをつければ、同じように、こう一つの関数として表すことができるというわけで、こう、何らかの工夫を加えることで、この fxi イコール0っていうのを、まあ、関数と捉えることができるというのが、まあ、この因関数というアイディアです。ということで、まあ、以上のアイディアを踏まえた上で、一応因関数の定義を確認しておきましょう。教科書は151ページですね。まあ、D を R2 の回集合として、fxy は D から R への関数とします。ですね、ここで fxy というのは、その xy の二変数関数だということに気をつけてください。で、そこで、この実数のある区間 i において定義された一変数関数 y イコール fx が、次の条件を満たすとき、この y イコール fx を fxy イコール0によって定まる因関数と言いますという定義があります。で、どういう条件かっていうと、これはその区間 i の任意の点 x に対して、この x と fx っていう2点がですね、これが d、領域 d に含まれていて、かつ、この x と fx をこのラージ f に代入すると0に等しくなりますよと。まあ、こういう条件を満たすときに、このスモール fxy イコールスモール fx をラージ fxy イコール0によって定まる因関数と呼びますと。ちなみに因関数の因は英語で言うとインプリシットファンクションっていうんですけれども、このインプリシットっていうのはその影の部分ですね。影の部分を表す言葉ですので、まあ今は直接は必要ないんですけれども、一応参考までに説明しておきます。紹介しておきます。ということで、まずこの、まあ、因関数の定義ですね、を押さえておきましょう。で、さらに、教科書にはですね、この y を x の関数で表す因関数の定義が書かれておりましたけれども、一応この僕の資料では、x を y の関数で表す、まあ、因関数も定義に加えておきました。なぜかというと、教科書では、明確には定義が書かれていませんでしたけれども、この図の 4.6 のすぐ脇にある例を見ると、こちらの、x を y の関数として表した方もですね、例には含まれていますので、まあ、一応、両方、x の関数、それから y の関数と両方、因関数と呼ばれるということを、注意しておきたいと思います。はい。ということで、まずこの例ですね。見てみましょう。先ほどの、ラージ fxy が 4x2 乗プラス y2 乗マイナス4なんですけれども、まず、この、まあ、この曲線の上半分ですね。楕円の上半分を表す、まあ、ルートの 4-4x2 乗っていうのをこう置いてですね。それから、領域 D は R2、それから、I は、平区間のマイナス1から1までの平区間。というふうにして、f1x をこうルートの 4-4x 2乗と置きますと、これは先ほどの因関数の定義を満たすというわけですね。この区間 i の中で、x と f1x という点は、この R2 の点で、かつ、この x と f1x という点の点をですね、このラージ f に代入すればこう0に等しくなるということなので、この f1x というのは、fxy、ラージ fxy イコール0によって定まる因関数の一つですよということが言えるわけです。で、同じように、この楕円の下の部分ですね、下の半分の部分を、マイナス
F2X イコールマイナスルートの4マイナス 4X2 乗といって、で i は先ほどと同じようにマイナス1以上1以下の平区間としておけば、まあ、こちらもy イコール F2X もこの FXY イコールラージ FXY イコール0によって定まる因関数ですだということで、まあ、このラージ FXY イコール0によって定まる因関数として、まあ、今回はこの F1 と F2 の2つが挙げられたということになります。ですので、一応いくつか注意点を述べますと、まず因関数がですね、こう表し方は一つとは限らないですし、それから実際にこう関数として表せられる部分も一つとは限らないということですね。まあ、今回の場合はこの楕円の、XI 平面での上半分と下半分というのを、まあ、それぞれ別々の関数として表したと。で、因関数になっているということですので、注意しておいてください。はい。で、あと、これ、次の例はですね、これ、今度はこれ、先ほどは、y を x の関数として表しましたけれども、今度は、この x を y の関数として表す場合ですね。で、この場合は、今度は、この i のプライムって書きましたけど、この区間はマイナス2、から2までの平区間としまして、これ y 軸上の y の区間ですね。それから、gy として1マイナス4分の y2 乗、それから g2y として1マイナスルートの1マイナス4分の y2 乗っていうふうに置くとですね、これは、x を y の関数として表した場合ですけれども、これも、このラージ fxy イコール0でによって定まる因関数ということに、ですので、確認しておきます。まずここまでで、因関数とが何なのかということでですね、一応因関数の定義と、その例を確認しておきました。